橋村姫の Song for You。 この番組は私シンガーソングライター橋村姫がお送りするラジオ番組 Song for You。 今あなたへお届けしたい歌をトークや生演奏を交えて発信する30分番組です。毎月変わるテーマに沿ったトークやリスナーさんからいただいたお悩み相談にお答えするコーナーなどもありますよ。今夜もよろしくお願いします。はい、今夜も始まりました橋村姫の Song for You 第4回放送です。1月のね後半にはライブなどもあったので、まずね近況報告からさせていただきたいと思います。1月18日に行われた、渋谷ジージでねやった宇田川ガールズコレクションというものに出演させていただき、そして1月23日に出演をさせていただいた阿佐ヶ谷ドラムさんでね行われました阿佐ヶ谷ガールズコレクション鳥で演奏させていただきました。どちらもね無観客でのあのライブで配信ライブだったんですけども、チケットをゲットしてくださったり、あの時間を空けてね見てくださった皆様、応援してくださった方々本当にありがとうございました。実はこのね1月のライブから新しい曲をね初めて演奏させていただきました。曲名はね君のいないこととはという新しい歌です。ちょっとタイトル切ない感じなんですけども、まああの自分の近くにね、まあ、君という相手がいることが当たり前になっていて、失ってから自分ってダメだったなとかね、ちょっと悔いたりする気持ちも曲の中で書かせていただいて、でもそれでも今君とね会えなくても、そしてまた次に会えた時に変わったな、強くなったなって思ってもらえるように私は迷わず前向いて歩いていくよっていう強いメッセージを込めました。今後もねライブなどで歌っていきたいと思って、そして育てていこうと思っているので、また皆さんに聴いていただける日を楽しみにしております。そして、プライベートのねちょっとこう発展というかありまして、私去年のね年末くらいから歯列矯正を始めようと思っておりまして、いろいろ歯医者さん巡ってきたんですけど、まあ、ここにお願いしようというところを見つけまして、何回かこう通わせていただいて、なんとね最近矯正の計画予定表みたいなのができて、まあ、期間はね結構ちょっと長くかかるんですけど、ちょっとずつね歯を動かして歌の滑舌のためにも、そして見た目のためにもね変わっていきたいなと思って今年から始めていこうと思いますので、よろしくお願いしますじゃないな、歯列ね矯正経験あるよとかっていう方いたら、ぜひぜひいろんなこと私に教えてくれたら嬉しいです。 SNS やってるのでよかったらコミュニケーション取ってください。そして今夜の1曲目はですね、そんな自分を変えたいっていう強い思いを込めて作った歌があります。1曲目聴いてください。橋村姫で私が髪を切ったのは。
曲目、私が髪を切ったのはというのを聞いていただきました。この曲はですね、結構前だな、2年以上前くらいに作った曲なんですけども、とてもね大切にしている曲で、新しくこうね私を知ってくださって、この曲聞いたよって言ってくださる方がね、この曲の好きなところをね教えてくださいまして、まあジャリジャリこう髪を切る音とかね、ジリジリとこう熱をこう当ててるみたいな、そういう音をね、なんかそういう聞こえる音を言葉にして使ったのがね面白いよって言ってくださったりした方もいて、とても嬉しかったです。はい、そして次のコーナーに参りたいと思います。今月、お便りをいただきました。今月のテーマはですね、1月は2021年新しく挑戦したいことというものを設けさせていただきました。あのね、そういえば前回の時に私が今年新しく挑戦したいことはこれですっていう話をあんまりしてなかったと思うので、ちょっとその話をまずお便りの前にしたいなと思います。なんかさ、こう漠然とした目標はあるけど、2021年だからこそしたいっていうのはね、こう頭をひねらないと出てこないというか、でもまず今年絶対やり遂げたいなと思うのは MV PV をね作りたいのです。私実はまだ楽曲はね何曲もリリースをさせていただいたり CD は販売してるんですけども、それこそ YouTube とかね、そういったお家でも見られるコンテンツとして曲の世界観をこう表した MV がなくって、まあ、去年実は挑戦をしたんですけど、まあ大人の事情というかなんというか、まあうまくいかないことがありまして、ちょっとね形に残念ながらならなかったものがあるんですよ。まあ、それをねどうしてもリベンジしたくて、大切な曲たちなのでね、それを彩る何かこうプラスになるものを作りたいなと私は思っております。そしてもっともっと今年いろいろね緊急事態宣言が出たりとか、ライブにいろいろ制限はある中ですが、何か自分にできることでもっとねシンガーとしてたくさんの人に聴いていただけるシンガーに存在になりたいなと思っております。なので今年もね気を落とさず頑張っていきたいと思います。はい、それではお便りを読ませていただきたいと思います。ペンネーム白い恋人さん、橋村姫さん、こんばんは。テーマが2021年に挑戦したいことですが、私は健康のためにジョギングをしています。一人でひっそり走っているだけでしたが、できることならハーフマラソン、フルマラソンに挑戦してみたいという気持ちを持っています。もうそのモチベーションがあるなら今年うまくいきますよ。素晴らしい。ミュージシャンは結構体力を使うと思います。シンガーはお腹から声を出すので腹筋が強かったり肺活量が必要とかのイメージがありますが、姫さんも体力作りのために運動などしていますか？あの、私はすごいこう薄情なやつでですね、ライブ前とかね、その何か大事なステージが控えてるっていう時は、正直まあオーディション控えてるとか、ジムに行って走り込んだり器具使ったりとか、まあちょっとでもね自分のスタイルをよく見せるために、まあダンスでこう汗をかいたりとか、まあ筋トレとかねプロテインとかやったりするんですけど、まあ正直最近ちょっともうお恥ずかしいし申し訳ないことに、あのサボりまくってですね、最近全然運動してないのですよ。でも運動をね楽しくやりたいなと思って、まあ今年新しく挑戦したいこととちょっと似てるかなというか近いかなと思うんですけど似てるじゃないね、クラシックバレエをあの本気でプロになるとかじゃなくてもいいから、ちょっとねやりたいと思っておりまして、それこそありがたいことに家の近くに、まあ安くチケット制で1回いくらみたいな感じでいつでも参加していい大人のバレエスタジオみたいなのがありまして、そこに通ってね体幹を鍛えたりとか汗をいっぱいかきたいなと思っております。シンガーは腹からお腹から声出すので腹筋が強かったり肺活量が必要とかのイメージがありますが、どのような体力作り、まあまず私はね歌を歌うときは
まあ、体力作りももちろんあっての上ではな、でなんですけども、まあ、喉のこうやっぱり訓練というか喉を温めたりとか、最近は声がねちょっとまあ寒くてさ、気管がこうキュッてこう締まりがちだからうまく声出せないなってちょっと悔しいことがたくさんあったんですけど、必ずどんな些細な練習とかでも10分間はみっちりウォーミングアップをして体を温めて、お腹も集中的にブレス呼吸で、まあ、絞り込んだりこう起こしていって、首とかね肩周りをほぐしてみたいな感じかな。まあ全然お腹から声を出すことには関係、うまくこうお答えができてない気がするんですけど、でも私はねお腹から声を出す、ベコベコお腹をこう出して引っ込めてっていうよりは背中をすごくこう強く鍛えることですかね。まあ胸が前に出ることによってこの呼吸の通り道っていうのがすごく太く使いやすくなると思うので、背中をすごく硬くというかこうまっすぐ保てるようにと思っていつもやっております。ごめんなさい、うまくお答えできてないかも。でも一緒に私もこれから運動したいと思ってるので一緒に頑張っていけたら嬉しいです。まあそんなね白いコーピートさんに、私ランニングもたまにするんですけども、この曲が大好きでランニングのお供にしたらすごくね爽快感があって楽しく運動できるんじゃないかなと思って、この曲を聴いていただきたいと思います。私の大好きなアーティストさんです。竹内アンナさんでオーライトという曲を聴いてください。どうぞ。この番組はラーメン鈴屋と有限会社新生美装の提供でお送りしています。市川市 JR 本八幡駅徒歩2分、ラーメン鈴屋。おすすめは何といっても濃厚鶏魚介スープのつけ麺。だしの効いた濃厚スープにがっつり太麺、分厚いチャーシュー、そして黄身がとろける味玉。老若男女すべてにおすすめ、ラーメン鈴屋。あなたのお越しをお待ちしています。新生理想は東京都葛飾区で外壁塗装、防水、リフォーム工事を行っています。親切丁寧に心を込めて対応いたしますので、お気軽にお電話ください。電話番号は 03-6662-4805、 新生理想です。はい、私からお届けしたい楽曲、竹内アンナさんのオーライトと、この番組をね支えてくださっている、ラーメン屋さんと新設美香さんの CM を聞いていただきました。はい、そしてまたお便りをいただきましたので読ませていただきたいと思います。姫さん、スタッフの皆様、改めまして新年おめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年も大変な状況下ではありますが、元気で楽しい放送を楽しみにしています。ラジオネーム福五郎さん、ありがとうございます。まあ、今ねこんな時期だからこそできることというか、私からお届けできることをねやっていきたいなと思いますので、これからもねお手柔らかに聞いていただけたら嬉しいです。いつも応援ありがとうございます。はい、そしてまたまた次のコーナーに参りたいと思います。次のコーナー、橋村姫のお悩み相談室。お悩み来ておりますので読ませていただきたいと思います。ペンネームカポタストさん、ほうカポですね橋村姫さん、こんばんは。初めてお便り出させていただきます。 YouTube で姫さんがカバーしたバックナンバーのハッピーエンドを見つけました。ありがとうございます。よく知っている曲なのですが聞いてびっくりです。男性ボーカルの曲なのにまるで自分の曲のようにしっくりきてます。嬉しいです。僕も趣味で弾き語りをしていて、好きなアーティストの曲をカバーしてますが、なんかカラオケの延長みたいなんです。どうしても原曲のイメージに引っ張られて自分の個性というのがない気がします。カバーするときどんなことを心がけてますか。ありがとうございます。すごく気持ちがわかるから、なんかこうすごいわかります。私もカバーとか大好きな曲をね歌うのすごい好きで、結構ご本家さんにね
寄せちゃうというか、だってその方が歌ってるから私はその曲が好きみたいな聞き方するところがあるので、結構 YouTube でもね大好きな水木奈々さんとか鈴木好美さんとかのこう歌わせていただいてるやつとかね、コメント見るとやっぱ似てるって書かれて書いていただいてるんですね。まあその方の癖っていうもので曲をね多分キャッチしてるから似ちゃうとかだと思うんですけど、でも私まずその曲が好きでリスペクトしてるならまずモノマネっていうか真似からでもいいと思うんですね。まあそれがじゃあプロのシンガーになる上で個性を出していく上でいいかって言ったらあんま良くないのかもしれないけど、私ボイストレーニング通ってる教室行ってた教室でですね、まずやるんだったら完コピして、完コピができた上でニュアンスを付け加えるんだと、楽曲の世界観を壊すのは良くないっていう風に教えていただいて、まあ、それが今の自分のカバーをする時のこうやり方にね、こうなんていう影響されてるというか。でもねカラオケの延長みたいなんですっていうのもね、カラオケもさぶっちゃけこう自分が大好きな歌を自分なりに大きい声で歌うっていう場だから、それがね弾き語りでねそれをカラオケと同じようにできてるんだったらすごくいいことだと思うんですよ。でも私がそのカポタストさんが見つけてくださったハッピーエンドっていうのは、まあ、自粛期間中にでもなんかこうカバーなんかこうなんていうのできないじゃなくて何かをやってみようみたいな感じで、まあ、鍵盤のみなほちゃんベースのわたるさんと私でこう楽曲を出し合って、その中でみなほちゃんが選曲してくださった曲なんですね。全然わかんない方は動画見てくれたら多分わかると思います。なのでみなほちゃんが好きだっていう曲をね壊さないように、自分だったらこういう風に男性の曲歌うかなと思ってこう変えてアレンジをしてみました。どんどんねいろいろやっていくと見えるものがあると思いますので、本当にもうさっきも一緒に頑張ろうっていう今回も同じになっちゃうんですけど、大好きな曲を大切に歌うっていうこともねすごくエネルギーがいることだと思いますので、これからも頑張ってください。私も頑張りたいと思います。そして次の曲また聴いていただきたいと思います。じゃあ弾き語りということですね。私も弾き語りで自分の曲お届けさせていただきたいと思います。聴いてください。 Be Really Aware Of I Feel It Feel Believedときめきは消えてく、自信がなくて自分がなくて、 Oh,
聴いていただきました曲は橋村姫でビリアリーアウェアオブでした。ありがとうございます。時間というのはあっという間で、また、ラジオの終わりの時間が近づいております。告知をさせていただきたいと思います。私2月ライブ結構たくさん控えているのですが、まあ大体がこう無観客だったり、お客さん入れるライブもあるんですけども、昼ライブで人数制限があるといったライブですが、一応告知をねさせていただきたいと思います。2月1日渋谷ジージ、2月6日バンド編成でライブをさせていただきます。会場はですね、川口ショックオンというところで昼頃のライブを予定しております。そして2月12日2月16日が、2月1日と同じ、渋谷ジージにて歌川ガールズコレクション配信版というものに出演をさせていただきます。もしお時間がある方、そしてこのラジオを聞いてね初めて私を知ってくださった方もよろしければ、ぜひチケットをゲットして見ていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。そして今日の放送で1月が最後ということでですね、次回からの2月の、毎月変わるお便りのテーマということで、テーマを発表したいと思います。今さっき考えました。2月にはですね、節分とかバレンタインとかあると思うので、まあいろいろこう節分みたいなのも鬼にねこう絡めてね、私今もうすんごい遅いけど鬼滅の刃にハマってるから、別でも鬼滅テーマなんとか思ったんですけど、まあ皆さんとコミュニケーション取りやすいということで選ばせて考えさせていただきました。バレンタインから取って、別にバレンタインからでなくても大丈夫です。あなたの思い出のスイーツ、じゃあこうしよう。誰かに教えたいスイーツをテーマにしたいと思います。皆様のね好きなスイーツ、お菓子、ケーキとかじゃなくてもね、コンビニスイーツとかでもいいし、何だってもスイーツと思えばスイーツだと思うんですよ。お菓子でも何でもいいです。好きなものだったりいろいろ教えていただけたり、それにちなんだエピソードなんかもあればぜひぜひお便りお待ちしております。そしてお知らせがございます。私今まで、SNS はツイッターをね主にやっておりましたが、そして公式ホームページでもプロフィールだったり、ライブの情報なども確認できるのですが、新しく始めたコンテンツございます。インスタグラムをね、2021年になってから始めました。まだまだ使い方がね慣れてないところもあるんですけども、インスタグラムやってる方ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。そして LINE 公式アカウントというものを作成させていただきました。こちらはですね、タイムラインでこう流れてしまう情報がね、この流れずに今お届けしたい情報をねすごくこう見やすくお届けできる、ものとなっておりますので、よかったらフォローお願いします。それにちなんでですね、LINE 公式開設記念として橋村姫の LINE スタンプというものを作成しました。よろしければこちらもとてもね可愛くイラストレーターさんに仕上げていただいたものなので、ダウンロードしていただけたら嬉しいです。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。今夜もありがとうございました。それじゃあバイバーイ。いるでしょう。